金沢市の兼六園では紅葉が見ごろを迎えていて、訪れた人は写真に収めるなどして楽しんでいました。今日の県内は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がる一方、晴れ間がのぞく時間帯もありました。こうした中、金沢市の兼六園ではおよそ300本のもみじが赤や黄色に色づき、趣深い雰囲気に包まれています。訪れた人は写真に収めたり散策したりして、思い思いに秋の一日を楽しんでいました。綺麗な紅葉を見られて良かったと思いますけど、ここで写真を撮ったのを覚えてるぐらいなので、今から回るのでちょっと楽しみにしてます。管理事務所によりますと、兼六園の紅葉はあと1週間ほど見ごろが続くということです。なお、兼六園は今月27日までライトアップされ、幻想的な夜の光景を楽しむことができます。